白の大臣は第1ピリオド終了間際、ノロリオがゴール裏から回り込んでゴールキーパーの肩口を狙い鮮やかに先制します。第2ピリオド立ち上がりには佐藤小羽根がロングシュート、リバウンドをオリンピック3大会連続出場の浮田瑠衣が冷静に押し込み追加点。一方、黒のトヨタシグナスは1点差に追い上げた第2ピリオド中盤、オリンピック2大会連続出場の志賀葵が自陣から持ち込んで鮮やかなロングシュート、スローじゃない、見えない、同点に追いつきます。試合は延長でも勝負がつかず、ペナルティーショット戦の末、トヨタシグナスが勝利しました。一次リーグは大臣が首位、苫小牧の道路建設ペリグリンが2位となっています。若手中心の日本代表は今日から釧路で合宿を行い、今月末から北京で行われるアジア選手権に臨みます。